皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。今回ですね、また最高強 P 更新目指して、ソロリーグの方やっていきたいと思います。1816が現在ですね。で、最高強 P が1817です。まあ、負けて、1800また超えて、また負けて、1816までまた上がってみたいな感じで、いい感じになってますんで、今回ね、頑張りたいと思います。で、バランス調整後ですね。まあ、ユースケ未だに強いですし、ハーピーも下方されましたが、まだ強いと。ただここまで上げたのってハーピーユースケ固定なんで、で、まだ強いんで2体とも、ハーピーユースケ固定でこのままやっていこうと思います。というわけで、よかったら皆さん、最後までぜひご視聴ください。そして、チャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。それでは、やっていきまーす。さあ、やっていきましょう。いきなり最悪な相性のベビーリーダー来ちゃいましたね。はい。ハーピーもユースケもベビー苦手なんで、ベビーにボコられてしまうんで、しっかりと、まあ、ビートルや、デビル、そこら辺のキャラ引きたいですね。引かないと、正直詰む。さてと1戦目からね、やばいですね。頑張りましょうか。うん、大型は2本絶対に欲しいんで回します。いきましょう。2本大型引いてるのとビートルで、ユウスケ召喚してベビー使わせてビートル、これができるといいですね。ただね、ベビーリーダーめちゃめちゃ強くて、ビートルで1回じゃ死なないんですよ、一騎打ち1回じゃ。それがちょっとね、なかなかえぐいんですけど、まあ頑張りましょうか。さて、ベビー出してくる可能性もあるんで、中型は切らずにいきますね。バイクでしたね。まあまあ、それはしょうがないですね。あ、これはもうビート取っちゃおう。さあ、ここはもうユースケ召喚して。やりきれないですよね。あ、やりきってる。うちのあれ強っ、ビートル。そんな強かったっけ。さあ、とりあえず、で、おにんこも召喚して、ユースケスキル1回持ってない。倒しはした、OK。ナイスナイス。とりあえず丁寧にいきましょうか。さあ、ベビーじゃない、ビートルじゃなくて、ユースケ行って。さあ、もちろんビートルから出して、カットして、これで削って。さあ、お相手も、まあ、分かってましたけど、ユースケ。俺らユースケでしょうと。舐めてんじゃねえぞ。撃て、ユースケ。ドン、レイガン。もう一発、レイガン。あれ、こんな火力低かったっけ。こんなもんか。さあ、もうこっちにビートルがいるの分かってるんで、ビートル使わせてきましたね、お相手。出てくるのはデスです。さあ、これはね、いい感じに、コブリンがね、破壊できるんで、いいんじゃないでしょうか。デスに、ビートルは狩られてしまいますが、ラッキー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 。ミンデス召喚させない。これでかいですね。できればこうヒュドラでやりたいですね。ヒュドラ。ヒュドラユースケ。重ねて。で、来い、キメガ。まあ、多分キメガじゃないと思うんですけど。さあ、レイガン？あ、相手がレイガンか。さあ、レイガン、倒してもらって。さあ、レイガン先生行くんで。さあ、頑張ってもらいましょう。さあ、お相手もリリスでした。ってなるとドローですね。入ってる、首が。やった、ラッキー、超絶ラッキー、ラッキーボーイ。あ、これミスってる、消さて。そして首が入ったのもラッキーだし、相手がこれ強 P 持ってたら最高強 P 更新できるかもしれないですね。わかんないですけど、どうですかね。ベビーリーダー、ユースケがでもスキル10だったからな、そこまで課金してない人かもしれない。これはラッキーですね、本当に。ヒュドラの首が頑張ってくれたって感じ。さあ、頑張りましょう。お相手、ブルドラリーダー。で、フレンド。今、ブルドラキャラ強 P やってないと思うけど。まさかのブルドラリーダーですね。まあ、裏は決めがだと思います。だから、強 P 上げてる人じゃないかな。期待できるんじゃないかな。今、現在強 P1817、最高強 P のままですね。なので、こっから勝てば勝つほど更新できる。頑張りましょう。トレンドが引きたい。引いたけど、大型がいない。あー。いや、どうかな、行くか。ブルドラにゼウスは一応いるけど、どうでしょうね。まあ、キメガに対してナスをうまいこと噛み合わせたいとこっすね。キャラはちょっと、遅いので、動きが。ダメージ食らっちゃうと巻き返せないかもしれない。2発打ちます。バイクもう1体使ってこい。 OK、 まあいいでしょう。
で、あのバイクテーション流しましょう。流してハーピーでやりましょう。他何ユースケ、ハーピー召喚してまとめてやって、ここハーピー、さあ火炎パイ入れて、さあそこレイガン撃ってほしかったが撃ってもらえず、残念だがしょうがない。さあそこなんとかハーピーでやって、でこっちを水流を溶かしたいんですよね。オッケー、水流動かした。さあここはしっかりと雷頑張ってくれている、えらいナスが倒してくれるはず。オッケー、えらい。ここも一回だけハーピー置きましょう。でこれ多分狩られるんでそこ注意して、さあレイガンしてチビフォアか、なるほど、ちょっとチビフォア重いな。これレイガンでやれるでしょう。ダメージ入ってますね。もう止まってないですね。もう一回レイガン見てほしいな。あ、天才。強いな。相変わらずまだ。あそこをやりきってくれると嬉しいんですけど、デビルがスキルを打たないですね。取った。偉い。ただこれはもう落ちちゃうかな。時間的に。ですね。さあ、ブルドラキベガでしたけど、ゼウス引けたのよかったですね。ゼウスがだいぶ頑張ってくれたんで、イカズチいっぱい打ってくれた。ありがたい。ありがとうございます。おお、一気に更新していく。1830ですね。さあ頑張りましょう。再びフレンドで、お相手がキメガリーダーですね。キメガ、なんだろう裏、まあ、ユウスケが濃厚で、ただまあブルガとかもありえるし、ミノガとかもね、バルガもあると思うんで何とも言えない。とりあえず大型2本でキメガ見れるキャラを引かなきゃいけないですね。ダメですね。あー、いけるかな、行ってみるか。ちょっとオール進撃なのちょっと怖いですけどね。誰だろう、わからない。さあ現在強 P1830 頑張りましょう。大砲一発撃って飛ばして、もう一発撃って、取ったの偉すぎ。で、これユースケも来るかな。オッケーオッケー。さあレイガンは撃ったけど、それ血圧になってもしかして。血圧になってんな。シャーク強。さてここはハーピーで見て、ユースケに火炎パイ入れてくれれば。で、多分キメガユースケですね。あ、ずれてる剣士。さあレイガン、ただやった。レイガン強い。ハーピーカヨンパナイス、ハーピーカヨンパナイス。さあここはしっかりと見て、オッケー。バット怖いっすね。バットマジで何があるか分かんないですからね。ゴーレム、まあユースケですもんね裏。さあここ見て、ここトレント行くしかないか。ワンパンじゃないと思うんで、削られたくなかったけど触られちゃったかな。触られてない、もういいや。トレントスキル打ってくれ、頼む。トレント打たないですねスキル。1分なんでユースケ行っちゃいましょう。さあここ鬼んこ行って火力合わせて早めに狩りに行きたいとこ。さあ鬼んこ行ってる。さあここポセ、さあここはぶち抜いた。とりあえずで上のラインはハーピーもいるんでなんとかなるんですけど、ポセが頑張ってはいるけど、どう、ワンパン入るかな。ワンパン入ったら最高。ただ邪魔されてるだいぶ。ポセ頑張れ、お前ならできる。あー行ったなこれ、多分行ったでしょ。さすがに点差は止めてくる。もしかしてこれ、あーオッケーオッケー、びっくりした。これ止めてきたらマジでビビるわ。なんとかなりましたね。ありがたい、ありがとうございます。点差です、点差ですけどね。
さあラスト頑張りましょうか。お相手ポセイドンリーダー、ポセイドンにはもちろんポセイドンに有効なキャラを引きたいですね。サイクロ、ゴレ、まあ、でもゴレちょっと火力低いからポセイドンに有効ではあるけど他のキャラに駆られる可能性があるんで、まあ、サイクロかあとレドラか。すげえ好きな札だったけど、ああ悪くはないんだけど良くもないって感じ。ああこれでいいんじゃないですか。もうバイクで砦を奪って、さてとまさかね虹バイクなんでこっち行っちゃいましょう。大砲撃たないでしょ、撃ったらコスト一気に勝てるし3発必要ですからね。ああこっち来る、マジか。あーでも天才、ありがたい。さあここはユースケ行って削って、さあ一応あーなるほどね、バルガかワンチャン持ってかれるやつだ。でもナスがいるんで今回多分大丈夫。さあ伊達にあの世は見てねえぜ、しかし5発点が痛すぎる、強いな5発点先生が。ここは倒せるでしょう、ここもやれるでしょう、ただここちょっと危険、さすがに見るかしっかりと。ナスリリス、あ、これ散った、まずい、隊長ダメージ入ってる。ここバイク多分いけるんじゃね、あいつ止められないでしょこれ。ハーピー裏出して小玉はマジできついな、倒しきって OK。さあレイガン、ただバイク取られる可能性がある、これ大丈夫だ OK。 でまだまたねバイク取ってくる可能性があるんですけど行かないと、あー取ってくれた、ナイスナイス、勝ちましたね、ありがたい、やったぜ、撃てスキルリリス最強、マジ最強、小悪魔がもう無双する、完勝だ。というわけでなんとか負けずに全部勝った、ドローあったっけ覚えてないですけど、いい感じですね。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。またね順調に、強 P が上がっております。現在最高強 P1836、 自分の最高強 P が勝てば勝つほど更新される位置に来るなんて本当に珍しいことなんで、ね、なかなかやっぱみんな行かないじゃないですか、最高強 P ってなかなか上がんないじゃないですか、しかも1800超えてからねしばらく行ってなかったん でやっと上げられてよかったですね。まあまだユースケ強いんでね、今のうちにユースケで頑張ろうかな。まあ相手からはまだ全然ユースケ出てくるんで、この隙にその対ユースケを徹底してユースケを使えればうまくいくかもしれない。はい、まずは目指せ1850、次は目指せ1900、まあ遠いっすね、1900なんか本当に頭にも入ってなかったんで、はい、まあ、頑張ります。というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。また再び1位に入りました、よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それではお疲れ様です。